はい、リネージュ W ね、やっていきますということで、今レベル32ですね。まあ一応ね、レベル29の段階で、一回ね、レベル上げし、大変になっちゃったんで、なんかデイリークエストとかね、受注して、始まりの島でね、この話せる島周辺のね、よくわかんないこの赤い印象なのかな。この赤いこのマークがついてる、なんつうの、デイリークエスト、消化して、レベル30まで上げてね、そこからまあちょこちょこまたメインクエスト進めて、今レベル32ですね。で、レベル32になったらまたメインクエストがなんかなくなったっぽいんで、レベル35までまたなんか、コツコツレベルを上げることになるのかな。このエルフの森にね、到着っていうミッションやんなきゃいけないんで。まあ何度も言うけど、これサブのスマホなんでね、画質が悪いのはちょっとすいませんって感じで。なんで最近自分なのパソコン調子悪くて、なんか落ちちゃうんですよね、途中で。リネージュ W が落ちちゃうというか、パソコンが落ちちゃうんですよね。あれかな、ウイルス感染しちゃったかな。自分もともとね、エヴァサーバーで君主でさ、始めたんですが。で、まあ、一個前の動画で話した通り、結局、パンドラでね、騎士で始めたんですけど、やり直してね。んで、なんかまあ、それはいいんですけど、結局なんか新しいサーバーで、決明っていうギルドみたいのにね、入ろうと思ったんですが、まあ、海外のね、ギルドしかなくてですね。あ、なんか変な移動しちゃった。こんな感じで、おすすめギルドって出てくるんですけど、多分全部、韓国か中国ですね。あと台湾か。まあだからね、これを考えると自分的には今ね、戦士で一番見た目かっこよかった女騎士で始めたのは全然いいんですけど、まあ、職業の見た目がね、装備で変更しないのであればね。ただね、今更ながらやっぱり君主、この状況を見たら、君主も作りたいなって思っちゃうよね。正直あんま、他のゲームでギルドマスターとかやってますけど、逆なんですよね。めんどくさいからやってるって感じなんですよね。逆に。めんどくさいから自分でやってるって感じで。だからね、こっちもね、やりたいっちゃやりたいんですけどね。無言ギルドでもね。日本人だけのギルドを作りたいなって思ってるんですけどね。まあでももう引き返せないよね。多分プレゼント配布とかもさ、もう受け取っちゃったしね。さすがに引き返せないと思うし。クラスチェンジっていうのもね、なんか君主にはクラスチェンジできないみたいなことを見たことあるような気がしないでもないんで。君主から他の職業とかさ、他の職業とか君主にね、変更できるといいですけどね。誰かさ、日本人ギルドやってる人、パンドラでね。とりあえずはなんかかっこいい名前であれば誰でもいいかなって感じですけど。あとね、ずっと、本当にね、意味不明なことが多すぎまして、誰か知ってる人教えてほしいんですけど、例えばこの勇気のポーションってあるんですが、名前の横になんか謎のマークがついてるんですよ。まるであのベルセルクのさ、楽園みたいな。もう一個同じアイテム、勇気のポーションで楽園がついてないね、アイテムがあるんですよ。これなんか装備にもあるんですけど、楽園がついてる装備と、楽園がついてない装備。この意味をね、調べてもわかんなくて、誰か教えてくださいって感じです。あとこの、また1日2日経ってね、気づいたこと。このマップ見てるとね、曇りマークみたいなのがあって、これが要は天候みたいなのを表してるらしいんですが、よくさ、テロップでさ、カエルがどうだらこうだらっていう、一応なんかウィークリーミッションとかにもさ、黄金のカエルを討伐みたいなのがあるんですけど、でカエルってどこにいんのっていう話じゃないですか。今日ね、この、始まりの島で、その時は雲がね、この湖の上にかかってたんですけど、ここね、ここにかかってたんですけど、なんとなくなんかテロップが出てたんで、まあ、話せる村に、テレポートして、この雲の下のね、湖のところに行ったら、カエルがいました。初めてカエルを見ました。そういうことなんですか？カエルのテロップが出たら、雲の下に走ればいいんですか？今のところ、リネージュ W、意味不明です。だこういう雲の下に移動しようにも、距離が遠すぎて、移動してる間にカエルがいなくなりましたみたいなテロップ出てくるんで、困ったもんですよね。ただ本当にね、操作性が悪いんで、まあ、他のさ、こういう似たようなゲームだとさ、マップでこうクリックすると、そこのね、マップの位置に向かってね、勝手に移動していってくれるっていう機能があるんですけど、リネージュ W はね、それがなくて、多分ないと思うんですよね。それが困りましたね。ちょっと、おとといとかね、自分積んでたんで、テレポートとかしまくって死にまくってたらなんか、お金がなくなっちゃって、お金なくなったら回復薬買えなくなって、
どうしていいか分かんないっていう状態だったんで。あれ結構地獄だったんで。かといって、移動しようにもここの地域強いしみたいなところになってて。基本的にはこう見えてる画面でタッチしていくしかないんですよね。もしくはなんていうの、こういうクエストについてるこのテレポートのマークを押すと、まあ、お金払ってね、テレポートできるんで、これを使うしかないんですが、かといってお金もね、安ければいいですけど、高いとあんまりそんな使ってらんないんで、で、行きたいところにも行きたいんでね、できればこういうところでクリックすると、テレポートじゃなくて、勝手に歩いて行ってくれる機能をね、搭載してくれるとだいぶ良くなるんじゃない？だいぶ快適になると思う。それに関しては全然入れることによってふざけんなよって言う人いないと思うんで、なんかオート戦闘とかさ、いろいろありそうですけど、この、行きたいところにポイントしたら勝手に進んでくれるのは別に文句言う人いないと思うんで、スマホゲームにおいてね。それはね、早くやってほしいなと思います。リネージュ W はね、攻略サイトもないんで、マジで手探り状態で意味不明なんで。これからね、リネ W 日記ということで、ぼちぼちね、日記でもつけていこうかなと。まったりね、あ、自分ちなみにね、昔はアプリゲームの配課金者でしたけど、もう月50万くらい使っちゃうようなね。今はもうほぼ無課金なんで、仮に100円とか数百円課金しても、それは無課金にカウントさせてください。さすがにね、数百円はね。ただ数千円とか課金した時は多分言います。数百円は無課金カウントで。まあ、つってもね、でも本当に、今年ね、グラブルのアニバチケットくらいしかね、ほぼね、買ったことないんで。トータルで多分もう5000円も課金してないんでね、今年ね。まだリネージ W は今のところまだ無課金でやっていくつもりで。まあ、本当はね、チケットなんか、ガチャチケット20枚もらえたんで、残しとけばよかったっすね。なんか思わずもらった瞬間使っちゃいました。動画撮ろうなんて思ってもなかったんで、リネージ W はね。まあそんな感じで、いろいろね、分かったら、まあ、別に無課金でやっていくって決めてるわけじゃないんで、今のところ無課金で、もしいろいろ調べた結果、おー、バフォメットがいた。なんかこれは課金した方が良さそうだなっていうのがあれば課金しようかなとも思います。まあそんな感じで、とりあえずはね、無課金でしばらくやると思うんで、無課金のね、リネージ W 日記。なんかね、詳しい人コメント欄でね、教えてくれると助かります。アイテムの烙印の意味と、どうやって黄金のカエル捕まえりゃいいのっていう話をね、わかる人ね、教えてくださいって感じで。で、またしばらくね、ちょっとクエスト止まっちゃったんで、まあ、デイリークエストこなしつつね、なかなかの苦行ですけどね、レベル32から35まで上げるのはね、ちょ何日かかかるかわかんないですけど、やっていこうかなと思います。そんな感じで、どうもありがとうございました。